ばくよろしくね。よろしくね。今日はとあるお店に来ています。はい。こちらのお店っていうのはどこですか？ビレッジヴァンガード。はい、ビレバンというお店になります。別名どういう名前ですか？遊べる本屋。はい、遊べる本屋って言って全国にあるお店だと思います。全国？あの、はい、前行ったところ、はい、前もあのチャレンジでやったことがあります。あ、でもなんだ。ただね、今日行くお店はなんと全国で2番目にできたビレッジヴァンガードっていうお店です。2番目、全国で2番目。ただ今月末で閉店してしまうんです。なんででしょうかね。ということで今日はこちらのお店に行きたいと思います。はい。いつもさ、あやはやが知ってるさ、ビレバンってさ、だいたい大きい商業施設の中入ってると思うけど、今回行くところは個別店舗になります。はい、じゃあ行きましょう。はい、せーの、レッツライン。マジで、ほら、それあれやんか、ガラピコプーやん。カムちゃんしっかり持っとるけど。はい、戻して。帰ってきました。はい。今日は翌日になります。はい。じゃあ買ってきたものを紹介してください。はい。あ、ちょっとその前に、今回行ったビレバンどんな感じでした？本屋というよりも服やおもちゃが多かった。あ、確かにね、本一冊もなかったよね。ちょっと期待して行ったんだけど、しかも結構レトロっぽいおもちゃがいっぱいありました。セーラームーンと。はい、その中であやはやたちは何を買ってきたんですか？はい。あ、カモか。せーの、じゃん。おー。ん？これはあの手袋になってて、こう振り回すとシャボン玉ができるってやつです。へー。まあ今の時期は無理かもしれないけど、ちょっと夏にやりたいかなと思って、ちょっと恐竜チックな絵のやつを買ってみました。はい。これね、今回行ったビレッジヴァンガードは閉店間際だったので、ほとんどの商品が半額になってました。はい。こちらの商品定価が500円ぐらいなんですけど、250円で購入しました。おー、はい、半分になったな。で、はい、次行きましょう。せーの、じゃん。おお。はい、これカノさんも欲しがってたやつですね。はい。おお。これ何ですか？ファイナミのメモです。あ、かわいいね。しかもね、これ箱なんだよね。そう、ビリビリって開けるね。あの普通のお菓子みたいな開け方をするやつですね。はい。販売値が280円だったんだけど、140円で購入しました。やつね。カノさん、これチョコかとか言って取ったよ。なあ、まあ、次まだ買ってますよね、あやさん。はい。せーの、じゃん。羽ペンです。あー、ボールペンなんだけど上に羽がついてるんですね。はい。しかもそれ羽にも柄がついてない。そう、ピンク色のかわいいね。え、それ使ってないつか見てニヤニヤして楽しむだと思った。使うんじゃなくて飾っておきたいんやね。そう、わかりました。これは販売値が680円。高いな。半額になってる。おー、340円てことよ。それでもちょっと高い気がしますけど、まあ飾りですね。わかりました。で、これであやさんの分は終了。はい。じゃあ最後、はやの分になります。はい、せーので、じゃん。将棋。あの皆さん、ちょっと前にお話ししたんですけど、はやの今年のマスクは将棋。はい、将棋柄なんですよね。なぜか将棋にハマってて、ルールもちょっとあやふやなんですけど。失礼。パパとやるために携帯できるね、旅先とか移動中もできる将棋を買ったそうです。はい。これ定価ね、結構高いんですよ。1380円なんですけど、それの半額。まあその価格分だけ遊んでくださいね。以上でよろしいですか？はい。本当にレトロっていう感じのね、ビーチヴァンガードでした。なんか映画もね、セットとしても、セットっていうか、なんか一部としても使われてたらしいですよ。へー。うん、まあ
昔ながらのお店が一軒一軒なくなるのはちょっと寂しいですが、ビレッジヴァンガードってチューブの会社だったんだね。へえ。ちょっと勉強しましたね。はい。皆さんはビレッジヴァンガード行ったことありますか？遊べる本屋だから一度は行ってみてね。最後まで見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。バイバーイ。さあ中身どうなってんのかな。ちょっと寂しい。はねぺような、うん、すげえ形。あっし、説明書なさそう。ない、あった。